ました。いってらっしゃい。ごめんみやび、いろいろと買い出しをしていたら遅れてしまったよ。買い出し？あれ覚えてないかな。子供の頃よく話してたじゃないか。もし忍び学校に入学できたら二人でパーティーしようって。で早速今夜なんてどうかな。僕この日のために料理を勉強したんだ。毎日毎日トン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 って包丁を振るってさ。そう、まるで花嫁修行に励む婚約者のように。あ、いや、なんでもない。今のは聞かなかったことにしてくれ。悪いが今夜は忙しいんだ。え、ああ、そうなのか。それは知らなかった。じゃあ明日はどう？すまない、明日も無理そうだ。じゃあまた別の機会にしよう。いつならいいかな。イム、ヘラヘラするな。何がおかしい？え？何がおかしいって、みやびと一緒に蛇女に入れたのが嬉しくて、それでつい笑顔になっちゃうんだけど。笑顔か、くだらんな。そんな、笑顔がくだらないって。イム、お前を呼んだのはそんな話をするためではない。さあ、構えろ。実力を測ってやる。実力？そうだ。ここのところ、お前とは本気で手合わせをしていない。その間、どれだけ成長したのか見せてほしい。あ、わかったよ。いいな。手加減は無用だ。気を抜いたら後悔することになるぞ。みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。今悪の誇りを舞い掲げよう。いざ火炎の魂に舞い散れ。後悔するってどういうことだい？余計なことを考えている暇があるならもっと攻めてこい。それともこれがお前の全力なのか。わかった、全力で行くよ。ああそうだ、私を殺すぐらいの気持ちで来い。忍び転身。したとでも言うのか。何をやってるんだ私は。この程度で勝ったつもりか。みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。いざ火炎の魂に舞い散れ。後悔するってどういうことだい？余計なことを考えている暇があるならもっと攻めてこい。それともこれがお前の全力なのか。わかった、全力で行くよ。ああそうだ、私を殺すぐらいの気持ちで来い。それも失うものか。
今のが意味の本気か。だとしたら残念。任務完了だ。イム、こんな結果になって残念だ。え？今の手合わせで決めた。お前とは今日で縁を切らせてもらう。縁を切るって、待ってくれ、意味がわからないよ。蛇女にはお前よりも強い忍び学生がたくさんいるはずだ。私はそんな者たちと付き合っていきたい。そんな。お前は蛇女に入れたことで満足しているのかもしれない。だが私は違う。さらなる強さを求めている。そのためには付き合う相手を選びたいのだ。ミヤビ、どうしちゃったんだ？君がそんなことを言うなんて。今までありがとう。お前と過ごした日々は充実したものだった。さらばだ。さらばって嘘だろ？みやび、嘘だって言ってくれ！当然の評価だ。僕の選抜試験の様子見ていてくれたかい？ああ、見ていた。どうだったかな？それなりにやれたとは思うんだ。イム、言ったはずだ。お前とは縁を切ったと。わかってるよ、ミヤビ。でも、僕たちは蛇女の同級生だ。話しかけるぐらいはいいだろ？僕、心を入れ替えたんだ。みやびの言う通りだと思って。僕はもっと強くなってみやびの隣がふさわしい人間になる。だから必死に特訓して。程度が低すぎる。え？次は私の番だ。お前こそよく見ている。わかった。しっかりと瞬きをしないで見ているよ。ミヤビ、どうしたんだ？どこか怪我をしているのか？特訓中に負ったかすり傷だ。気にすることはない。かすり傷？そんな痛がり方じゃなかったぞ。試験は延期にした方がいい。僕が試験官に掛け合ってくる。余計なことをするな。この程度の怪我、私にとっては何でもない。ミヤビ。悪の誇りを舞い掲げよう。いいのかし。私は強くなりたい。強くなってあの日の仇を。ミヤビ、頑張れ。そのためにはこんな試験トップで通過するぐらいでないと。神様、どうかミヤビの痛みを軽くしてあげてください。彼女の痛みを僕に分けてください。痛みなら耐えれば済むことだ。
どれが相手だ。吹き飛ばしてよ。やるな。どれが相手だ。やるな。これで私の道を阻むな。仕留めます。吹き飛ばしてやろう。任務達成。まだまだだな。こんな戦いでは満足できん。たわいもない。みやび、怪我は大丈夫かい？ああ、それより自分が恥ずかしくてならない。偉そうなことを言いながらこの程度の結果しか出せなかった。何を言っているんだよ。最高の結果だったじゃないか。これで選抜メンバー入りは決定だ。みやび、おめでとう。おめでとう。選抜メンバーに入ったぐらいでめでたいものか。え？私の目指すところは蛇女入学でもなければ選抜メンバーに入ることでもない。それはお前にも分かっているはずだ。もちろん分かっているよ。君の目標はお母さんの仇を討つことだろ。ああ、そうだ。母を妖魔に殺された時、私の中から涙は枯れ果てた。妖魔をこの世から殲滅する。ただそれだけのために私は生きているのだ。だがそれを成し得るにはもっと力が必要だ。みやび、聞いてほしいんだ。確かに僕よりも強い忍び学生が蛇女にはたくさんいる。でもそれは今だけの話だ。必ず僕はもっと強くなってみせる。だからみやびのお母さんの敵討ち、僕にも手伝わせてほしい。イム、やめろ。え？将来強くなる、そんな可能性の話など無意味だ。忍びの命に明日の保証などない。弱き者が未来を語るな。今強いか否か、それだけが全てなんだ。そんな軟弱な姿勢では妖魔と戦っても無駄死にするだけだ。だけど話は終わりだ。私は特訓してくる。みやび、まずまずといったところか。これでは使いこなせない。秘伝忍法結界突破。妖魔を殲滅するためにはあの禁術が絶対に必要だ。何としてでも自分のものにしなければならないのに。お前はすでに強い。それ以上の強さを求めて何をなす。誰だ。人間とは哀れな生き物だ。強さのみを極めればそれは妖魔と変わらん。結界突破もただ身を滅ぼすだけのこと。妖魔だと。お
前、妖魔を知っているのか。出てこい、姿を見せろ。忍びのあるところに妖魔あり、妖魔あるところに神楽あり。私が姿を見せるのは、お前が妖魔に落ちた時だ。なんだと。何を一人でブツブツ言っている。気持ちの悪いやつだな。お前は。おいおい、忘れたとは言わせないぞ。私はお前のせいで選抜メンバーから外されたんだからな。だが別に恨んではいないぞ。どうせ私はこの場で選抜メンバーに返り咲く。ほう、どうやって。お前をここで始末する。ただそれだけのことだ。なるほど、なりふり構わないというわけか。ミヤディ、お前たち大勢でミヤビをどうするつもりだ。卑怯者と罵られても構わん。忍びの将来は選抜メンバーかどうかで決まる。私はこんなところで脱落するわけにはいかないんだ。なぜなら私には。ふざけるな。卑怯者の言い分などに誰が耳を傾けるか。お前らがミヤビを襲うというのなら学校に報告して。やめろイム。いいではないか。忍びの道に進む者は多かれ少なかれ分けありだ。皆何かをなすべくために蛇女にやってきたのだろう。とはいえ誰もが願いを叶えられるわけではない。ならば目的達成のためなら手段を選ばない。それでこそ悪人ではないか。私は嫌いではないぞ、こういう奴らは。みやび。もっとも嫌いではないが好きではない。だから手加減は一切せん。それでよければかかってこい。先輩、レイ、ちょうど稽古の相手に困っていたんだ。だが元選抜メンバーが相手ならそれなりに楽しめると思ってな。生意気な新入りだ。目に物見せてくれるわ。そう願う。これで私の道を阻むな。力が溢れてくるぞ。止まってやろう。行け。この程度か。正直失望した、任務完了だ。
大勢でかかってもこの結果だ。これで分かっただろう。お前と私ではこれほどの力の差があるということだ。命まで取らないのは同じ学校のよしみだ。さあ消えろ。すごい、みやびはやっぱりすごいよ。あれだけの人数をものともしないなんて。イム、お前も消えてくれ。え？今の連中はまだマシだ。目的達成のためなら卑怯者と呼ばれる覚悟がある。しかしお前からは何の覚悟も感じられん。そんな奴にそばにいられるのは不愉快だ。僕にだって覚悟はあるさ。だからみやびと同じように選抜メンバーに入れたんだ。何？さっき先生から言われたんだ。これで僕もみやびと一緒に戦うことができる。だからどうした？調子に乗ってニヤニヤ笑うんじゃない。そんなこと言われても。嬉しいんだから仕方ないよ。逆にみやびは全然笑わなくなったね。昔はもっとよく笑ってたのに。私のことはどうでもいい。そういえばお前には紫という妹がいたな。彼女は禍根の力が発現したと聞いたぞ。大したものじゃないか。それでお前はどうだ？禍根の力が目覚める兆候すらないが。ならばこんなところでグズグズしている暇はないはずだ。どこかで特訓でもしていろ。ああそうするよ。これでいい。イムは私のそばにいるべきではないのだ。新たな技を編み出したぞ。新しい選抜メンバーと話すのは初めてだな。私は鈴音だ。お前たちの担任となる。よろしくお願いします。挨拶が済んだら稽古をつけてください。私はもっと強くなりたいのです。もっと強くなりたいか。いい心がけだな。だがあえて一つ聞いておこう。みやびよ、お前は何のために力を欲する？それは母の敵討ちのためです。ほう、復讐の相手は誰だ？妖魔です。もちろん先生はご存知ですよね、妖魔のことは。その質問に関してだが今は答えられんな。お前が蛇女の厳しい競争を勝ち抜き晴れて忍びとなった時に話してやろう。さあ雅、刀を抜け。望み通り稽古をつけてやろう。はい。お前の目指す道は過酷だ。貫き通すだけの覚悟があるかどうか私が確かめてやる。何事も、ノルマが終わってからが本番。いざ火炎の魂に舞い散れ。ミヤビ、お前の核は学園長から聞いている。憎しみを原動力にするのは悪いことではない。だが行き過ぎると道を誤ることになるぞ。そうでしょうか。
何？誤ったとしても道は道。技あり。進めるものなら私は突き進みます。なるほど。忍び転生。それがお前の覚悟か。これ力が熱心したか。良い立ち筋だ。楽しいこと燃え尽きるがいい。距離を取らねば体が溶けてくるぞ。いざ忍び転身。距離を取らねば。この程度か。技あり。やるな。残念だが、これは終わりだ。やるな。全員が俺を取るよ。距離を取らねば。容赦はせん。やるな。こんなのだ。じゃあ払わせてもらおう。落ちる。この程度は目立つけどね。やるな。失敗。油断したとでも言うのか。何をやってるんだ私は。この程度で勝ったつもりか。ミヤ、いざ火炎の魂に舞い散れ。ミヤビ、お前の核は学園長から聞いている。憎しみを原動力にするのは悪いことではない。だが行き過ぎると道を誤ることになるぞ。そうでしょうか。何？誤ったとしても道は道。進めるものなら私は突き進みます。なるほど。それがお前の覚悟か。力を忘れてくるぞ。満身したか。これじゃ良い立ち筋。やるな。
受け取らねば。かわせ。技あり。やるな。一刀撃退。引きだ。すべてを引きかけ。ぜひ引きつけろ。死ねば勝ちだ。距離を取らない。体を触れてみると。私が死に行くからず遅れてくるぞ。容赦なら手をやるな。後がない。ぜひやるな。これで死んでいたか。気づかないうちに慢心していたか。決着。さすがは蛇女の教師。気を抜けばやられていたな。任務完了だ。みやび、お前は強い。技で言えばすでに蛇女で一番と言ってもいいだろう。すごい。鈴音先生にそこまで褒められるなんて。だが実戦となれば話は違う。今のお前は格下に負ける可能性もある。情念だけの剣は一度折れると脆い。お前はまだ本当の強さを知らない。それはどういう意味ですか。一度に全てを習得する必要はない。今日のところはここまでだ。明日また稽古をつけてやろう。はい。気にすることはないよ。みやびだったらすぐに本当の強さを手に入れるさ。イム、鈴音先生に聞かれたことをそのままお前に返そう。お前は何のために力を欲するんだ。僕はみやびのために力が欲しい。みやびに何と言われようとも一緒にいたいから。みやびと同じぐらいの力が欲しい。そのためだったら何でもする。イム、お前の言っていることは全く意味がわからん。だったらみやび、稽古でもいいから僕と戦ってよ。いきなり何を言い出す。言葉で伝わらないなら戦いの中で。戦うことで心が通い合うってあるだろ。何をバカなことを。お前は漫画の読みすぎだ。付き合っていられん。私はもう行く。あ、みやび待ってよ。みやびよ、いつかはお前も気づくはずだ。イムの思いの中にこそ本当の強さがあることを。まず待つといったところか。この気は、みやび、この気はもしかして。ああ、間違いない。妖魔が近くにいる。みやび、どうする。決まっている。妖魔は皆殺しだ。そのために今日まで鍛えてきたのだからな。うん、わかった。待て、まさかお前ついてくる気か。
もちろん。ダメって言ってもついていくから。イム、前にも言ったはずだ。お前の軟弱な姿勢では妖魔と戦っても無駄死にするだけだと。無駄死にじゃない。何？みやびのために捨てる命なら無駄死にじゃない。勝手にしろ。妖魔の気はこの辺りから感じられるのだが。みやび、待って。忍び結界だ。何？忍び結界を認識したということは、あなたたちも忍びなのですね。お前は。私は涼気、月仙女学館の選抜メンバーです。善人か。私は蛇女子学園の選抜メンバー、みやびだ。同じく、イム。こんな時に悪人と遭遇するなんて、運命というのは恐ろしいものですね。何をブツブツ言っている。ならば血の定めに従うまで。やるというのか。ならば受けて立とう。リョナちゃん、リョビちゃん、お姉ちゃん、絶対に生きて帰るからね。みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。よく聖火の宴に舞い散る。いざ火炎の魂に舞い散れ。私にはやるべきことがある。悪いが早めに終わらせてもらうぞ。やるべきこと？それはまさか妖魔のことですか？お前も妖魔を知っているのか？ならばこんなことをしている暇はないはずだ。妖魔と戦う前に疲弊してどうする。違うのです。善人と悪人が激しく戦う、そのことに意味があるのです。撃ち抜くわよ。体をフルで来るぞ。危ないじゃない。どれ、どうしたのかしら。やるな。どうしたのかしら。わからん。そろそろ本気でいきますよ。やる。それそれ。どうした。やるな。どうしたのかしら。燃え尽きろ、燃え尽きろ。取りなさい。技あり。リョビちゃん、寂しがってないかな。危ないじゃない。元気。もうダメよ。技あり。まだまだ撃ち抜くわよ。やるな。これで撃ち抜くわよ。どうしたのかしら。どうしたのかしら。やるな。撃ち抜くわよ。そろそろ燃え尽きろ。本気でいきますよ。ハッピーデイ。終わらせる。どう。せいや。危ないじゃない。撃ち抜くわよ。終わらせる。まだまだ。これで燃え尽きろ。吹き飛びなさい。終わらせる。リョビちゃん、リョナちゃん、決着。この戦いに何の意味が。私が求めているのは妖魔だというのに。ほう、他愛もない。これでいいんです。これで。
妖魔は忍びの血に引き寄せられて現れるのです。戦闘態勢のままでいてください。奴らが来ます。早い。嘘だろ。あの強かった月仙が一撃で。イム逃げろ。妖魔の姿が捉えきれん。やだ、僕も戦う。雅を一人になんてできない。いい加減にしろ。ここにいたらお前まで死ぬぞ。私のことなんか放っておけ。放っておけるわけないだろ。どうして、どうして、そんなこと言わないとわからないのか。好きだからだよ。雅のことが好きだからだよ。決まってるだろ。だから死なせたくないんだ。分かってよ雅、一緒に戦わせてよ。分かってる、分かってるさ。だから私は。まず待つといったところか。リョーナちゃんを残して死ぬなんて、ごめんね。ダメなお姉ちゃんで。クソ妖魔どもめ、絶対に皆殺しにしてやる。ミヤビ、ダメだ。冷静になってくれ。そうでないと妖魔の動きについていけない。ミヤビ、危ない。エマ、ミヤビ、バカな、なぜ私をかばった。だって僕じゃミヤビの力にならないから、せめて盾になって。もういい、もう喋るな。くそ、どうして、どうしてなんだ。こんなことにならないように、お前とは距離を置こうとしたのに。私は、私はもう二度と大切な人を失いたくなかったのに。ミヤビ、イム、死ぬな。絶対に死んではダメだ。ミヤビ、ありがとう。その言葉だけで僕は。待っていろ、妖魔どもはすぐに片付ける。そうしたら蛇女に戻って傷の手当てだ。いいな。うん、頑張ってミヤビ。Hey!
でくるぞ。いけ、燃え尽きろ、吹き飛ばしてやろう。いけ、吹き飛ばしてやろう。燃え尽きろ。ローマを完全に滅するまで私の戦いは終わらない。ほう、他愛もない。さあイム、ヘビ茶に戻ろう。うん、イム、すまない。お前が傷つくことを恐れて冷たい態度を取り続けたのに、結局はこんなことになってしまった。そんなことじゃないかと思っていたよ。どれだけ僕がみやびと一緒にいると思ってるんだ。辛い時こそ涙を見せない。いつもみやびは本当の気持ちとは反対の態度を取るだろう。だから厳しさは優しさの裏返し。イム、まあそれでもさすがに今回は少し傷ついたけどね。私はどうお詫びをすればいいのだ。そうだな、じゃあみやびの手作り料理で勘弁してあげるよ。今度親子丼を作ってくれないか。親子丼か、わかった。あまり料理は得意ではないが、頑張ってみよう。こんなに楽しみなことはないな。ならば、早く怪我を治さないとな。でないと、私の親子丼が味わえないぞ。うん。この木は…まだいたのか。しかもこの木、さっきの妖魔とは比べ物にならない大きさだ。くそ、なんでこんな時に。当然の評価だ。蛇女の誇りを取り戻すまでは。いってらっしゃい。それにしてもバカでかい木だ。一体どんな妖魔が現れるというのだ。ミヤビ、どうする。イム、一人で歩けるか。え、私が妖魔の足止めをする。その間に逃げろ。何を言ってるんだよ。ミヤビを置いていけるわけないだろ。
そう言うと思ったよ。悪く思わないでくれ。しばらくしたら目が覚める。さらに気が大きくなったか。だが今心配するな。私にはまだ切り札がある。秘伝忍法結界突破。精神崩壊の危険が伴うが、力を極限まで上げることができる。使いこなせるかどうかはわからないが、やらなければやられる。それだけの相手だ。猟奇、妖魔に取り憑かれたのか。悲しい叫び声だな。人で亡くなった自分を殺してくれとでも言っているようだ。安心しろ、私がお前を楽にしてやる。行くぞ、秘伝忍法結界突破。ありがとう、止めてくれて。もし会うことがあったら私の妹たちに伝えて。あなたたちはとっても素敵な女の子だから、自信を持って生きていってね。二人ともちょっと個性的なところがあるけど、自由に心の赴くままに生きて、それを受け入れてくれる人がきっといるから。ヨーマはどこだ。ヨーマはどこに行った。みやび。
ミヤビ、どうしてしまったんだ。一体何が。まさか結界突破を使ったのか。なんてことだ。あの禁術を使って暴走したらもう人には戻れないというのに。この邪悪な木、まるで妖魔じゃないか。みやび、僕はどうすればいいんだ。まず待つといったところか。ここはどこだ。やっと手に入れられたさ、この圧倒的な強さを。どうして私がもう一人。なんだと。なぜ私が消えなければならない。お前が言ったことではないか。弱き者が未来を語るな。今強いか弱か、それだけが全てだと。ふざけるな。私のどこが弱いというのだ。結局お前はイムを切り捨てることができなかった。強さを求めるよりも甘ったれた感情に逃げた。それが弱いということだ。しかし結界突破によって私は自分の殻を破った。望んでいた力を手に入れたのだ。あとは己の中の弱さ、お前という存在を消すのだ。そうすれば私は結界突破を完璧に使いこなせるだろう。怪物と戦う者はその過程で自分自身も怪物になることのないように気をつけなくてはならない。お前にとってそれは望むところではないのか。妖魔を殲滅する強さを身につけるのだからな。妖魔を殲滅する強さ、そうだ。だから心置きなく、あとは私に任せておけ。そら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 。みやみ、やめるんだ。みやみ。イム、これはイムの声。お願いだ、正気を取り戻してくれ。イム、どこにいるんだ。今さらジタバタするな。お前はこのまま深淵に飲み込まれるのだ。お断りだ。もう一度イムに会うまでは私は消えるわけにはいかない。雅、悪の誇りを舞い掲げよう。貴様の行き場所は楽園だ。いざ火炎の魂に舞い散れ。ここは私の心の中なのか。消えろ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 。この悪気、どこか物悲しい感じがするのはなぜだ。弱い私はいらない。おとなしく消えろ。そうか、お前の正体が分かった。私の正体だと。お前は私だ。母を殺されて憎悪に満ち、無残に
までに力を渇望する哀れな私だ。やるな。もうこれで地獄の豪華で燃え尽きるがいい。魂ごと燃え尽きるがいい。喜ばしきインフェルノ。任務失敗。油断したとでも言うのか。やってるんだ私は。この程度で勝ったつもりか。ミアル、悪の誇りを舞い掲げよう。いざ火炎の魂に舞い散れ。ここは私の心の中なのか。消えろ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 。この悪意、どこか物悲しい感じがするのはなぜだ。弱い私はいらない。おとなしく消えろ。そうか、お前の正体が分かった。私の正体だと。お前は私だ。母を殺されて憎悪に満ち、無残なまでに力を渇望する、哀れな私だ。なぜだ、なぜなんだ。母さんの仇を討つこと、それが私の全てのはず。だから力を求めた。それなのに
どうして、どうしてこんな仕打ちをするんだ。嫌だ、嫌だ、消えたくない。母さんの仇を討てずにこのまま消えたくない。お前は消えない。なんだと。私はお前を受け入れる。何、お前は私と一つになるのだ。何を言っている。今さら私と一つになって何の意味があるのだ。意味など必要ない。お前も私なのだから一つになるのは当然のことだ。それにお前がいなくなったら妖魔との戦いの時に困る。これからもよろしく頼むぞ。もう一人の私、どうなっても知らんぞ。行ったところか。新たな技を編み出したぞ。衝動に飲み込まれ妖魔と化したか。これが力だけを求めた結果、哀れな姿だな。忍びのあるところに妖魔あり、妖魔あるところに神楽あり。かつて雅だったものよ、言ったはずだ。お前が妖魔に落ちた時に姿を見せると、私の名は神楽、妖魔を滅する者。神楽。元は人間だったお前にせめてもの情けだ。抵抗しないのなら苦痛なく滅してやろう。私は妖魔ではない。ほう、まだ人間の意識があるのか。強さだけ追い求める私も、犬を大事にする私も、どちらも同じ私だ。この苦しみを、痛みを、全てを飲み込んで私は一つになる。なってみせる。お前が必死なのは分かるが、いずれ妖魔になるのは避けられん。やはり滅せねばならんな。私の手で。いざ火炎の魂に舞い散れ。この衝動を、この力を、私は制御してみせる。この心で。力が少しずつ安定してきている。まさか本当に制御できるのか。自分自身に勝てないものが妖魔に勝てるわけがない。その息をよし。私は己の使命を全うするのに。貴様も受け。これで
慣れぬにはいらこになれる。無駄な。やるな。その手。失敗。油断したとでも言うのか。何をやってるんだ私は。この程度で勝ったつもりか。滅する。いざ火炎の魂に舞い散れ。この衝動を、この力を、私は制御してみせる。この心で。力が少しずつ安定してきている。まさか本当に制御できるのか。自分自身に勝てないものが妖魔に勝てるわけがない。その息の無視、私は己の使命を全うするのか。出し切る。私はミヤビだ。他の誰でもない、ミヤビだ。任務完了だ。ミヤビよ、力を制御できたようだな。ああ、もう何も問題ない。ならばお前は妖魔ではない。私が手を下すこともなくなった。そうか。しかしそれだけではこの世界からは脱出することはできん。結界突破を使った影響で現実世界のお前は今深い眠りについている。私はどうしたら目を覚ますことができるんだ。耳を澄ましてみろ。耳を。みやび、何も心配はいらないよ。大丈夫、君は必ず元に戻れる。それまで僕がずっと一緒にいるから。
聞こえるか。お前を慕う者の声だ。イム、イムの声だ。あの者と心を一つにしろ。そうすればお前は元の世界に戻れるはずだ。だが一つ言っておく。意識を取り戻したとしてもお前は記憶の全てを失うだろう。そう、目を開いた瞬間空っぽになるのだ。空っぽに？それが力を得た代償だ。それでも構わない。いや、空っぽになったとしても必ず私は自分を取り戻してみせる。そうか。ならばあの声のもとに行くがいい。一人では乗り越えられないものも二人でなら乗り越えられるだろう。ああ、わかった。まず待つといったところから。心が一つになれば目覚めるか。みやび、こんなところにいたんだね。さあ早く帰ろう。お前はいつも私を見つけてくれるな。当然さ、僕は世界で一番みやびのことを思っているんだから。強いなお前は。え？ようやく気がついたよ。何があっても折れることがない、そんな思いを持ったお前は私よりも強いということを。そんなことあるわけないって。僕がみやびより強いなんて。いや、お前は強い。強くないって。強い。強くない。おかしいな。うん、おかしいね。イム、私が元の世界に戻るにはお前と心を一つにしないとダメらしい。さて、どうしたらいいと思う？みやびと心を一つに。それならやっぱりこれじゃない？なるほどな。戦うことで心を通わせるってやつだな。うん、ずっと僕がやりたかったことさ。こんな日のためにかなり鍛えたからね。みやびだって簡単には僕を倒せないよ。さっきも言っただろ、お前は強いと。生半可な気持ちでは勝てないことは分かっているさ。しかしだからこそ意味がある。行くぞイム、お前の心を感知させてくれ。ミヤビ、悪の誇りを舞い掲げよう。ニム、悪の誇りを舞い掲げよう。いざ火炎の魂に舞い散れ。ミヤビ、君とこうしてまた戦えるなんて本当に嬉しいよ。あ、私もだ。いつまでもこうやって戦っていたいね。そうだな、こんなに楽しい戦いは初めてだ。ミヤビと心を重ねている感じがするよ。この不思議な感覚、イム、一つになっている感じだ。行け！やるじゃない。お前の定めは僕が決める。そう、やるな。飛ばす。やるじゃない。やるじゃん。
したとでも言うのか。何をやってるんだ私は。この程度で勝ったつもりか。いざ火炎の魂に舞い散れ。ニヤビン、君とこうしてまた戦えるなんて本当に嬉しいよ。ああ、私もだ。いつまでもこうやって戦っていたいの。そうだな、こんなに楽しい戦いは初めてだ。みやびと心を重ねている感じがするよ。この不思議な感覚、今と一つになっている感じだ。したとでも言うのか。何をやってるんだ私は。この程度で勝ったつもりか。いざ火炎の魂に舞い散れ。ニヤビン、君とこうしてまた戦えるなんて本当に嬉しいよ。ああ、私もだ。いつまでもこうやって戦っていたいな。そうだな、こんなに楽しい戦いは初めてだ。ニヤビと心を重ねている。バカだ感じがするよ。この不思議、任務失敗。まだまだだな。何をやってるんだ私は。この程度で勝ったつもりか。いざ火炎の魂に舞い散れ。ニヤビン、君とこうしてまた戦えるなんて本当に嬉しいよ。ああ、私もだ。いつまでもこうやって戦っていたいな。そうだな、こんなに楽しい戦いは初めてだ。
みやびと心を重ねている感じがするよ。この不思議な感覚、イムと一つになっている感じだ。デッドホックス、ハッ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 ありがとう。心から思う。私はお前のいる世界に帰りたい。任務完了だ。この歌はイムの声だ。イム、イム。
ただいま、イム。お前のおかげで私は帰ってこれた。お礼を言いたいが、すぐには難しそうだ。だけど心配するな。私は必ず復活してみせる。元気になったらまた稽古をしようじゃないか。イム、私の大切なイム、私は戻るぞ。今からお前の元に。空っぽだ。みやび、何か言った？そして私の戦いは学園祭へと続く。復讐と憎しみと再生の物語へと。まず待つといったところか。新たな技を編み出したぞ。おかえり。